We always get the plan A。おはようございます。絶対起きてたやん今の喋り方。おはようございます。おはようございます。今日は試合の日の一日を撮ってきます。やばい、価格やばい、髪やばいし。いただきます。蜂蜜とか書くと思います、ね、あ、かけれます。キャラメルソースかチョコレートソースか蜂蜜かけれるんですけど、蜂蜜でいいですか？蜂蜜、はい、はい、ありがとうございます。全体にかけますね。はい、はい、2点でお会計800。夜の試合なんでこんな感じの、なんかちょっと朝緩いんですけど、聞こえるかな、大丈夫か。はい、今日6時、夜の6時から試合なんで、はい、今から、まあ、今ちょっと朝は勉強だったり、まあ、あとは僕が始めたオンライン GK スクールのまあちょっと作業を、ね、してたりとか、その子供たちのビデオを見たりとかでちょっといろいろやってたんで、はい、まあ朝活ですね。朝活今からご飯、昼ご飯食べて、チームメイトにピックアップしてもらって、
試合会場に向かっていきます。はい、もう入れてください。てか今日からめちゃめちゃいい天気、いい天気、天気はっていうか気温がね、今もだって25度って書いてありますもん。多分そうだけど、さすがに。はい、なんで頑張っていきます。すぎますわ。今から、後輩の家に行って、そっからみんな、で乗り合いで試合に向かっていきたいと思います。それではレッツゴー。頑張るぞー。スシローの合わせ醤油頼ませていただきました。ありがとうございます。じゃあね、ありがとう。ありがとう。はい、いただきます。はい。
いや、切んのかい。面白くない。はい。お疲れ様です。お疲れ様ですとか言って、これ2日後なんですけど、動画は第2節エコプラン戦ですね、は、5対1で、エドオールユナイテッドが勝って、まあ、開幕2連勝っていうところでした。で、まあ試合の展開的には、まあ僕らがずっとボール握ってる状態で、まあ、前半全然点取れなくて、でもやっぱりピッチも、こう、本当、社会人あるあるで、人工芝で、硬くて、なんかもうバウンドとかも、ビヨーンっておかしいみたいなところで、まあ、そういうところもあっての、ちょっと忘れてたんですけど、本当にもう全然取れなくて点、多分前半40分か35分ぐらいまで多分点取れてなくて、で、まあ、PK で点取れて、次に点取れて、で、後半相手レッドカード出て、で、まあ、3点取って、で、まあ、そこでね、まあ、もうとりあえず失点はしない、まあ、相手1人少ないですし、失点はもうしないで、で、まあ、得失点差の関係もあるんで、できるだけ点取り行こうって、こう前のめりになっていて、で、ほんとラストのラストプレイで本当に PK になっちゃって、まあ、それもそれでね、まあ、ちょっと不運ではあるんですけど、まあ、味方がね、胸トラップして、クリアしようとして、まあ、多分クリアで終わってたんですよ、ピッピッピーで。だけど、それが、僕、もう、ほんと、後ろから見てたんですけど、もう、手ついてるんですよ、ここに。で、もう、この辺に当たったんですよ。胸トラップ、だけど審判がペペって言って吹きまして、で PK になりまして、まあ、もうこれ止めれば僕ヒーローですよ。はい。でコースは読んだものの、ちょっと球スピードがちょっと速すぎまして、まあ、しっかり入れられちゃったっていう結果でピッピッピーで終わったんですけど、はい。でまあ個人としてはまあ相手がなんかそのロングスローがすごくて、まあそれに、まあ、やっぱりキーパーが対応しないといけないよっていうところで、まあそこの対応はできたんですけど、まあなんか最後こう結局は守備の選手がこう統率して、まあチームを鼓舞していかないといけないですけど、まあ、結局失点やられてますし、そこまでの流れはもう本当に悪かったんで、そこはまあ僕ら後ろの選手の責任っていうのはありますし、うん、まあでもまあこの勝ちでね、このまま連勝をずっと続けていければ、はい、いいなっていう感じですね、うん、そんな感じでやってきます、頑張ります、優勝します。